はい、ドイツ軍師団前史解説が終わったので今回から予告通り歩兵師団編成解説をやります。ただその前に基本として各部隊編成の単位とその内容をやります。軍団が軍が集まったものじゃなくて軍団が集まったのが軍なのが未だに納得いってない。それな。はい、ということで未だされているのが編成単位のその代償の表。上から順に軍集団、軍、軍団、師団、旅団、連隊、大隊、中隊、小隊となり、基本的に小さい単位が集まって大きい単位となる。ただ一部例外もあり、旅団が集まっても師団とはならないし、軍隊とグルッペンは単位的にはほぼ同じ。そして例外にも例外があり、旅団が師団の指揮下に入ることも師団が師団の指揮下に入ることもある。つまりどういうことだってばよ。編成単位は臨機応変に高度の柔軟性で変わる、予定通りにうまくいくことなんかないぞ。そしてこの序列とは他に戦闘団、集団、軍師隊という単位も存在し、前二つは規模的には師団以下、軍師隊は軍と同格。ただ戦闘団と集団に関しては扱いが結構特殊であり、師団が攻撃の際に配下の部隊から戦闘団を形成することもあるし、前線が突破された際に付近の雑多な部隊から戦闘団や集団を形成、軍団直属として戦闘に従事することもある。要するに高度の臨機応変なんちゃらってことだな。その通り。それでこのシリーズで取り上げるのは旅団以外の師団以下。それもそのわずで師団以上の編成は特に規定などはなく、戦況に応じて部隊を取っ替え引っ替えしているが、師団以下では規則に従って編成がしっかりと決まっている。たまに大隊を他師団に貸したりはするが、はいはい、臨機応変臨機応変。ということで歩兵師団を例に師団の中身を洗いざらい見ていこう。わい。まずは師団司令部の中身から。最初に規定された師団編成を参考にすると、師団司令部には将兵が98名所属し、組織は4つに分かれていた。まずは師団長、これは通常中将が務めるが戦争後期には少将が務めることも。師団長は指揮する師団について全責任を負う、そのままである。では次に師団司令部の中身。うわ、なんかいっぱい出てきた。士官は第1参謀と第3参謀、彼らとその補佐である士官たちが戦闘計画を作成し実行させる。また師団配下の砲兵や工兵の長も計画策定に参加、他組織であっても共同して作戦を実行する場合彼らもこれに加わる。そのための伝令や製図部隊も司令部に含まれる。また第3参謀は敵情を推測しなければならない。そのため捕虜から情報を引き出すために配下に通訳がついていた。情報を引き出したらおさらばかな。次は副官、仕事内容としては事務作業が近い。兵の補充とは別に下士官や将校が失われた場合本国から公認を送ってもらわなければいけないが、これら人員はそれぞれの階級に対応した士官学校を卒業していなければならないので兵の補充とは話が違う。また面白いのが軍法会議官であり、軍法会議はもちろんだが兵士個人個人の本国における裁判の手続きも行う。人が前線で地獄見てるのに嫁さんはフランス人と寝てるんだもんな。はは。では最後、補給艦隊。この組織の仕事は多岐にわたり、負傷者の抗争や後方地域の防空、さらに弾薬から糧食、兵器や自動車の部品から医薬品の調達など戦闘を継続するには不可欠な要素を全てになっている。何このその他大勢をごちゃ混ぜにした感じ。今画面に映ってるのが兵員と自動車、兵器、弾薬、装備、燃料担当。そして次が衣食住、医療、軍場、宗教担当。宗教担当とかいうパワーワード。そして最後に給料、郵便、配給担当。なんか配給だの補給だの似てるのがないか。ナッハシューブは補給、ファップフリゴンは配給を指し、本国から師団までが補給、師団内で物資を配下の各部隊に届けるのが配給である。はい、国語の問題かよ。それにしても往復数千キロトラックで爆走してんのか。いや、物資集積地と師団の間だけだろ。そして役に悩んだのがフューラーでアゲフェッシュとロッセ。何らかの噂ではあるがそれが何かは不明。とりあえずゲフェッシュとトロッセで分割して戦闘部隊で訳しといた。ドイツ語の名詞は日本語と同じで好き勝手に既存の名詞を合成して新しい名詞を作れるのでみんなも好きなところで分割して意味を推測してみよう。フューラーだからちょびひげのことじゃないのか。なんで全師団に配備されてんだよ。これで師団司令部は終わり、続いて配下の諸部隊について。所属部隊は時期や戦況によって変化するため、ここでは一例として第1派の編成を参考にする。ただそれも時期によって細かい変更があるので全てこれに当てはまるとは限らない。要するに高度の臨機性で柔軟応変ってことだな。ちょっと何言ってるかわからない。
まず師団の主力を務めるのが3つの歩兵連隊と1つの砲兵連隊、そしてこれを工兵、偵察、情報の3大隊が補助する。そして後方には様々な用途に使用される各部隊があり、戦闘に従事する部隊をサポートする。おい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 、対空部隊がないじゃないか。空爆し放題だぞ。そちらどっかに入ってます。あるのね、よかったわ。12門の2センチ対空機関砲しかないけどね。一個師団の防空にそれはないに等しいだろ。ホラーと機関銃あるし、それ使ってもろて。さすがに実戦だと空軍の援護とか高射砲師団の部隊が派遣されるので、防空についてそこまで心配はいらない。というか高射砲とかが活躍してる状況って空軍が息してないってことだから、それどころじゃないんだよ。そういうものなのか。キリがいいので今回はここまで。次回と次で各部隊の詳細を見て、そこから本題である核編成について触れていく。それではさようなら。さようなら。